で、その次が F。まあ、これがですね、結構ですね、あの、難関って言いますか、うん、こうなんか結構で、難しいっていうかですね、まあ、そんな簡単じゃないんですよね。特にこう、ここの例文に載ってます、この Fly とかですね、Fly とかですね。まあ、これはなかなか難しいかなと。ま、L と F と L が、えー、重なって連続できて、で、最後 Y っていう、こう、E って感じですね、 この音がです、ね、しっかりこう口動かせて、ね、しっかりこう音が出せれないとですね、F が出ない。まあ、F がその H になった。F と H を、ね、この混同してしまうというかですねこのミックスして、ミックスアップしてしまって、なかなか出ない方も多いかなと思うんです。まあ、F ですね。まあ、簡単に言うとこう空気をこう出す感じですかね。この歯と歯の間から、フッ、ね、フッ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 、ね。だから、フライですね。まあ、例えば読んでみるとですね、例えば、フライ、ね。こんな感じで、うん。で、これ R にしてしまうと、フライ。 あですねまフ、あ、ラそうですかねその次は V。V はボイストなので、V、ね、V、V、響きますねブブブブ <laughs>、まあ。これもですね、この例文の点はビデオってありますけど、まあ、この V も、まあ、重要なんですけど、どっちかというと最後のやっぱこう O ですね。これも同じくビデオじゃなくてビデオですね。ビデオ、ビデオ、オウですね。っていう感じででもらえれば大丈夫かなと。例えば行きましょうかね。ビデオっていう感じですね。 うん、で、えー、その次、th ですね。これ、濁音と、まあ、普通のノーマルのがありますけど、まあ、濁音じゃないこっちの方がですねあの、意外にできないかなと思うんです。特にこう th が頭 単語があったこう頭に th がつくとか、真ん中につくとか、後ろにつくとか、まあ、3種類あるんですけど、あの僕の講座ではですね、まあ、どっちかというと、平均的とると、まあ、一番頭が th の場合が苦手な方が多い。頭が出なくても、真ん中とか後ろは出るっていう方は多いかなっていう。な、ま、ん、あ、で難しいかというと、まあ、最初のこう出し方ですかね、th、th、th、t <laughs> <laughs> 空気も例えばこうティッシュをですね前にこう出して、ですね当ててこうティッシュでもハンカチでティッシュを置いて、で th 発音するとこう空気がバチッと当たるんですね。フッフッフッッッッ。こんな感じですね。think、think、think。これがなんか s になってしまう、s i n c s i n k sync、s y n k って、まあ、沈むって、私は沈むってなるなんか典型的なこう日本語英語と言われているんですけど、まあ、それはどうしてそうなるかっていうと、まあ、s、こうやってやったら分かるんですね。s で発音するとこう空気がまあこもる、まあ、空気が出ないってことで、こ全然この辺がなんか空気が当たってる感じがしないですね。だから s i n k シシンンクク全く当たらないですね、空気が。で、th の場合は、f、f、f っていうこう空気が飛ぶんですね。まあ例えばこうやってみましょうかね。例えば、sync <Think. S>。うん、こうなりますね。s とか sy になりますね。で、think。th 出ますよね。うん。t h e m うん、こんな感じですね。そう。これ th ですね。その次、濁音ですね。th の濁音。これもなんかですね、まあ結構こう、z の音になったりとかですねで。場合によっては、そうですね。th なので、こう、z かもしくはですね、まあ、F になるかと思いますかね。うん、時には F とか、あと V とか。うん、まあその人によるんですけど、まあこの TH、これもやっぱりこう弱い音ですね。D、D、D。これも空気、同じように TH と同じくこう空気飛ぶ感じなんですけど、これもやっぱ弱い感じで、ね。D みたいに D とかですね、えー、Z の意味で D、っていうこういう音ではなくて、もうちょっと弱めの D、D、D。まあ、D、D、D っていうのをなんかこう、 空気を出す感じでやるんですかね。こう、歯と歯の間から、って感じですかね。まあ、ちょっとアドバイスになるかどうかわからないですけど、まあこれはちょっとこ細かいことですね、講座でこう、いろいろ説明してますので、まあまあちょっと、あの、この辺はちょっとあれなんですけど。で、例えばですね、this is. うん、ちょっと反応遅いですけど、まあこんな感じですね。はい。あとは those とかですね。those. うん。こんな感じですかね。はい。と、その次ですね。次、s. S, まあうん、S も、ね、結構、ね、難しいんですよね。S がです、ねまあ、TH になったり、まあ、その先ほどの重複,する重複するんですけど、まあ、S, S もです、ねまあ、例えばその単なるこうなんか見るとかって、I can see とか C なんですけど、C っていうのを C っていうふうにえ言い間違える。 方方が発音を間違える方多いんですけどなんでこう C になるかっていうと、なんでかね、やっぱカタカナ用語が影響してるのかなと思いますね。カタカナ用語だと、例えばその、えー、っと、今日ちょっと街に出てキャッチアップしようよっていう時、ね、そういう時に City って言いますよね、City。で、City って、まあ、皆さんお分かりかと思うんですけど、まあ、その街なんですけど、まあ、これちょっと英語の発音になると SH になるので、 シティってなると、シット言いますよね。シット、おシットとかの、クソクみたいな。だからそのなんかクソみたいなっていう風になっちゃうんですね。シティ、シティとかですね。なんかこれはクソみたいな。<laughs> なのってそのこれはちょっと言わないようにですね。うん、これシティじゃなく,シじゃなくて、シティ、シティですね。だから、この S の音ですね。S、SH じゃなくて。 うん、だからそういう風なミスをしてしまうので、まあ、そのカタカナ用はまずこう忘れて。ね、そのまっさらな状態、で子供のような、こう、えー、かん、あの、脳をね、柔らかくして。まあ、一から本当に発音やった方がいいと思うんですね。まあ、そういう方は、まあ、本当にエースの。 C なのか C なのかね。で、この場合は、S なのは C ですね。C 見るって言うんですね。見る死。まあ、海の C もそうですね。海。C じゃないですね。死ですよね。うん。ただ、彼女って、彼女のとかって C ですね。彼女は C とかですね。まあ、その辺の、なんか、sh。まあ、基本的に hh がつくと、まあシー、死、死、死っていう感じなんですけど、で、もう一個の方は、S の方はス、S すですね。まあ、これ、あの、前ツイッターにも書いたかと思うんですけど、その、寿司。 寿司っていうふうな、ん、言葉ありますよね。皆さん大好きですけど、美味しいですが、寿司。寿司の巣がス、す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 っていう、ことをあの、いわゆる S, S の発音ですよね。で、寿司。しっていう、寿司のしがシ、し、し、し。このしの方ですね。この sh の方。だから、スシです、ね、し。なので、このスペルを見た方がんです。スペル、寿司の巣は、su ですね。なので、h 入ってないですよね。だから、すですね。す、す、す。で、し、shi。 まさにこう、す、しっていうのは、このスペルからして、ね、後半の方はシですよね。シシですね。シし、し、うん。そういう風に覚えてもらうとですね、あのものすごいわかりやすいかなと思いますね。その s と、えー、シあの、すとしっていうこの違いが完全に区別できると思うんですね。まあ、そういう風にやっていけるといいかなと思うんですね。えー、その次が z。まあ、ちょっとね、これも難しいですよね。その z のズーですね。ズズズー、ズ,ーズーもうこれ響く感じですね。ボイスのね、ズ これがやっぱこう、なんでしょうね。Z の発音がいいようにできない人っていうのは大きな理由として、まずこう、響くような音ができない。その、な、んな、単なるこう D みたいな、D みたいな、D、D じゃなくて、ズっていうのはこれなんかちょっとできないっていう方と、まあ、あとはその、響かす音以外に、ま、あその、やっぱ弱いんですね。音がすごい弱い。なんかものすごい重低音みたいな、ズズ。 みたいななんかこう沈んでいく頭こうなんかちょっとこう抑えられた感じですかねグーってズズこんな感じですねなんか頭抑えつけられたようなまあ、そういう感覚でやってみるかな見るといいと思うんですねまあ、そのなんか誰かに抑えられてるって感覚でやってみて見てみてはどうかなとでまあ例えばですねこうズなんですけどまあ、結構ちょっとこう例えばですね簡単に弱く言ってみるとこうなります、ね、ズー でですね、ザが出ますよね。あちょっと、まあ、もうもう読み取ってくれて出たんですけど、その、t、あのザが出ましたね。その、the、the、なんでかというと、the っていう時は、t h の濁音って弱いですね、音が。それを強くしないときにですね、こう、響くような、前、頭を押さえつけられたような、そんな感覚でやっと、例えば、ズー。ね、こんな感じで。はい。いいですかね。続きですね、続きは、シャルとかですね。シャシャシャですね。まあ、これはですね、先ほどの,の、えー、チーズのチチチ。チチチ

とかですね、うんまあ、そんなまあ,まあ難しいわけじゃないですけど、まあ、ただ、こうシャルはちょっとねこう単独じゃなんか結構出ないんですね。あの僕でも僕もなんか出ないとき多いんですけど、シャル。なんででしょうね。ちょっと僕もわかんないですけど、まあ音声認識ソフトもまあなんかそのね限度がありますからね。まあ、まあ、文章で言うとまあ全然問題ないんですけど、まあその単語単独だと結構難しいかなと思います。でその次ですね、えー。じゃ、じゃ、じゃですね。 あの、テレビジョンとか。まあ、テレビジョン。ね、テレビ、テレビって言いますけど、ま、その正式の名称、正式なね、あの、名前としてはテレビジョンですね。テレビジョン。これね、もうジャンですけど、こう SION っていうスペルなんですけど、結構ジョンって音が多いですよね。これも、先ほどまあ、その説明した通り、こちらのジュンっていうジュって音とはちょっと違うんですよね。この D が入ってない分、まあ、こう、濁ってないって言いますかね。まあ、ちょっとこう、弱い音ですね。ジャン。ジャッジャジャって感じですね。だからテレビジュンじゃなくて、テレビジョン。 またやっていくとですね、テレビジョン。まあちょっといい、<laughs> まあそんな感じでテレビジョンですね、ビジョン。